調査書は来てるっていうのが知ってましたけど、いきなり校内放送で地球校長室、俺だから人生初めて校内放送呼ばれたなみたいな。安倍さんはまだ寮生、寮生だ。あ、まだ若いもん。大卒生大卒生安倍さんが、じゃあお前毎日見たから俺毎日付き合ってやる。ピッチャーじゃあこの時にどういう戦略だったのか、ずっと教えてもらったらめっちゃいいね。アズリーナをご覧の皆さん、こんにちは。MC の米野智仁です。今回は野球ファンコミュニティ、ウッチャイとアズリーナのコラボでお届けします。ウッチャイはプロ野球選手のセカンドキャリアを応援するために作られた野球ファンコミュニティで、トークショーを中心に定期的にイベントを展開しています。月額の会員制度も設けていて、会員になるとイベントチケットが先行でお得に買えたり、会員限定のイベントやプレゼント企画に参加できたりと、様々な特典があります。僕もアンバサダーとして、時にはイベントプロデューサーとしても関わっているので、ぜひ、ウッチャイを検索してみてください。はい、そして今回お届けするのは、アスリートジャーニーです。ゲストの方に、競技を始めてから現在までの人生を折れ線グラフで表現し、時系列でその理由やエピソードを語っていただく企画になってます。そして今回、お話を伺うのはこの方です。はい、よろしくお願いします。読売ジャイアンツ、日本ハム、横浜 DeNA ベイスターズなどで、プレーをしました林正則です。お願いします。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございました。今日はね、ね、はい、いや、ね、って先輩なんですけどね。2個だよね。うん、現役時代はもちろん存在は知ってましたけど、あんま話す機会はなかったよね。まあそうですね。たぶんまあピッチャーとね、野手っていうところで、うん、まあチームもそうだね、日本ハムはね、被ってますけど、うん、一緒にやった時期も違いますから。違うんで、同じチームでやったことはないけども、ね、まあ、年も近いんで、はい、もちろん存在知ってて、でも多分、ジャイアンツの時、僕、ヤクルトだから、うん、対戦はしてると思うんですよ。いや、してますよ。で、僕、記憶がないってことは多分、打ってないんですよ。うん。打っちゃう。でも、めちゃくちゃすごかった時だから、うん、僕が多分、ヤクルトで試合出てたの、2006年に結構出てたんですよ。うん、そうですね。その時にめっちゃもうバリバリで、もう中継ぎのエースみたいな感じで投げて勝ちゲームで、うん、対戦はしてるんですけど、多分もうね、抑えられてるんだろうなっていう。はい、抑えてます。でも、はい、2006年のヤクルトって、はいはい、リグスとかでしょ。そうよ、リグス。外国人がめっちゃ並んでた時じゃないですか。リグス、そうそう、リグス、ラミレス、ラロッカみたいな。あ、そうそうそう。どうだった、投げてて嫌だった、ちょっと打線いいぞみたいな。やっぱ打線もそうだし、やっぱ神宮で外国人が並ぶってちょっと怖いじゃないですか。うん、確かに。あのインパクトがやっぱすごくあって、うんうん、で、ヤクルトは比較的抑えてるんですけど、うん、青木さん、うんうん、古田さんも、うん、まあ、晩年だったんですけど、うんうんうん、この二人に用を垂れ出す。そう。で、あと、僕の時に大体渡来さんが、はいはい、代打で出ていくんですけど、はいはい、あの大体ライトまで打たれて、あの渡来さん、今の息子さんがね、ベイスターズの。そう。だから、僕最初知らなくて。知らなかったの？知らなかった。で、DeNA の解説行って、はい、オープン戦かなんかで、うん、渡来君でいいっすよね、とか。そんなの気づいてないんだ。全然知らなかった。お父さん一緒にやってますよね、プレイみたいな。おお、あの渡来さんですかみたいな。おお。なんか知ってたの？うん。よく打たれたの渡来さんのつって。あ、そうなんだ、うん、みたいな。うん、いや、でもまあ、ヤクルトは本当よく投げたし、うんうん、打たれもしたし、うんうん、思い出は、なるほどね、多いですよね。いや、だからその若い頃からだから僕らは、まあこういうね、野球し、対戦してるということで。そう。でも仲良くなったのは去年なんですね。ね、そう。去年の野球教室で、たまたまね、一緒になって、うん、おう、みたいな。うん、だから林がなんか、おう、ヨンさん、みたいな感じで来てくれたから、めっちゃ話しやすいなと思って。全然わかんないんですよ。全然どんな人かわかんなかったから、うん、事前に、あ、林も来るんだなってしてたよ、うんうん。でも林しゃべるとこないな、そういえば、と思って、うん。どんなんだなと思って、めっちゃ軽い感じ。おゆさんって。あれこんな感じなのと思って。それこそ、うん、あの、野球教室、散泊して、うん、最後の帰り、みんな寝てるのにバスで二人で大騒ぎして、一睡もしないでね、それぐらい喋り倒してる。そうね。楽しかったね。楽しかった。で、その野球教室それしか残ってないから。僕もです。まあそんな感じでね、今日もゲストに来ていただいたのも、はい、そのつながりで、うん。ということで、本題に入りたいと思うんですけども、はいはい、今回は、
林さんの人生グラフに沿ってちょっとエピソードを聞いていきたいなと思うんで、野球始めた頃とかから、子供の頃から現在までの間の、こういうピークがいつだったのかとか、その辺をちょっともう一回ね、思い出していただいて、ちょっと話していただきたいなということで、ちょっといいですか？はい。ということで、私の人生グラフ、野球人生グラフ、こんな感じになってます。こんな感じ、最後、先簡単にパンパンってやってましたけど、これを下のは年齢ですね。これ年齢です、ね。はいはい。下がね。で、こう上に行けば行くほど、はい、結構自分の中では良かったなっていう年で。うんうん。じゃあ最初の15歳からですか？中学校からですか？要は他の人どうかはわかんないですけど、はい、15歳までは、うん、もう野球、良かった悪かったっていうか、うんうん、ただ単に楽しかったな。そうですね。まあそうかもしれない。うん、まあ苦しいのもあったのかもしれないけど、うんうんうん、野球を純粋に楽しめたっていうのが中学校までだったから。うん、確かに。そうだな。そう。だからこうグラフもらった、書いてくれって言われた時に、うん、もうこの辺にずっといるっすよ。あ、なるほど。その15歳まではね。そう。あ、なるほど。だからそこはちょっと。そう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 。なるほど、なるほど。まあ高校1年生から出発というか。なるほど。スタートっていう形で。高校1年生の15、6歳の時からの、ちょっとエピソードを話してもらいたいんですけども。うん、で、まあ、要はまあ、中学生までももう順調に来てたってことですよね。もう、ピッチャー。まあ、そうですね。ピッチャー以外はやったことあるんですか？まあ、ファースト。僕、4番だったんで。こっちも。まあ、確かに、バッティングいいな。俺、良かったっすよ。わかるわかる。バッティングいいイメージある。うん。うん、だから僕は高井雄平って。ああ、わかるよ。高井雄平くんと投げ合って、高井雄平くんにセーフティーバントとツーベース打たれて、うん、僕も打ち返してますから。それは何歳の時の話ですか？あ、そうだ、これもだいぶ先っす。あ、もっと先ね。プロ3年目。プロね。なるほど。ちょっと、行き過ぎだから。待って待って待って。まだ、まだ、まだここね。うん。そうね。こう、15歳でしょ？そう。それまず、まぁ、あ、ちょっといい位置にいるのは、うん、まあ、僕、市立船橋に入って、はいね、はいはい、高校1年生の夏に、はい、メンバー唯一。1年から。うん。ピッチャーとして。そうです。唯一メンバーに入れさせてもらって、はい、試合も、2試合ぐらい投げたのかな。まあ、唯一1人だけ、1年生で、はい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 、メンバー入れたっていうのもありますし、それまで、うん、あの市立船橋って、3年連続、千葉代表で甲子園行ってた、うん。おー、めっちゃ強い時だ。そう。うんうん、で、まあ、僕もまあ、入れば、うん、まあ、1回ぐらい行けんだろうぐらいな、うんうんうん、甲子園やっぱ 行ってみたいじゃないですか。うんうん、だから、まあ、市船選んだっていうのも、まずあって、その前にこう、スカウトみたいなのも来たの？違う。自分からこう一方的にそこに行きたいって感じ。でも、結構その、高校の監督とか、中学校の監督が話をして、うんね、こっから来てるよみたいな話はもらってる中で、まあ家から一番近かったって思います、一部が。それもね。そう。自転車できるんで。そして強いんだもんね。強い。うん。それはそこになるよね。そう。行くしかねえ。行くしかない。行ったっす。うん。で、まあ1年生でそうやって投げさせてもらって、はい、で、甲子園は行けなかったっす。ベスト4。ああ、そうですか。うん。2年生になって、うん、背番号は11番だったんですけど、うん、実質のエースみたいな感じで投げさせてもらって、うん、県ベスト4。おで、3年生になった時に、うん、結構なんか雑誌あるじゃないですか。うん、あるね。そう。雑誌に、まあ、輝け甲子園のみたいなね。そう。誌みたいな、ね。いや、甲子園行ってないから。そう、うん。なんかそういうのでも、個人でも名前上がる。あ、そうそう、プロ注目のみたいな。そうそうそう。お2年の時に ?2 年です。すごいね。そう。で、なおかつ、チームも、すごい強くて。強、う、い、んうん。だから、千葉っていうよりかは全国でも勝てるんじゃないかみたいな、一日の話はみたいな雑誌に書いてあったぐらい強かったんですよ。そうなんだ。そしたら3年の春に、僕外野で出てたんですけど、うん。うん、そうなんだ。僕、レフトで出てたら、うん、左中間に打球が飛んだんですよ。ああああで、多分僕、守備、あんまり能力ないから、うんうん、いつもセンターが、うんうんうん、あの、左中間のボール取るとかあるじゃないですか。合図みたいな、はいはいはい。その日に限って僕、追い行ったんですよ。うんうんうん、あ、いけんじゃねえか、みたいな。ああああ。そしたら、ちょうど左中間の打球で、ああセンターと怖い怖いぶつかったんですよ。やっぱり、今の話の流れそうかな。そうか。で、センターは多分僕の、足首にもろに多分顎当たって。センターの子が？そう。顎骨折したんですよ。結構なあれだね。そう。それで僕はめちゃくちゃ怪我なかったです。パッて見た時にね。でもこれちょっとまずいなと。もうだってそういう姿見てるんで。うん、膝ちょっと痛いなと。うん、膝痛いんですけどって言ったんですよ。うんうん、バランス取るためにね、やっぱりね。そしたらでも監督に、うん、
出れんだろうと、うんうん、出れますって言って、うん、その試合最後まで出たんです、うん、でそもそも僕どこに当たったか分かんないですよ。そのセンターの彼が血そので顎を骨折して俺どこに当たったのかなと思ってさ次の日の朝、うん、あれ足首痛いってなったんですよ。で歩けなくなっちゃって、でそのまま病院行ったら足首を骨折してたんですよ。だマジ？そうだ足首と多分顎が当たったんでしょうけど、で結果僕そこで骨折で2ヶ月ぐらい野球できなくて。マジ？うん、で多分それが、まあ、スカウトの人って広まるじゃないですか、うん、でプロいけねえなみたいな、なるほどね、雰囲気になって、うん、で、まあ、僕もちょっとまあ諦めてましたけど、ただ最後の夏やっぱ出たかったし、うんうん、まあ普通に考えれば僕以外の選手もレベル高かったんで、うんうん、まあいけるかなと思って、でもそれまあギリギリ間に合って、うん、まあ投げたんです2試合ぐらい。あ、そう。で結果として、準決勝で僕試合出なくて、うん、負けたんですよ、うんうん、でこうやって今下がってますけど、うん、自分が行くまでは3年連続甲子園に行ってたチーム、ああだから僕が入って3年間一度も甲子園に行けなかったっていう形で下になった。別に自分としては別にパフォーマンスとしてはそういう感じじゃないけども、まあ骨折とかしちゃったけど、うん、でもやっぱりね甲子園にやっぱり行きたいじゃないですか。いや行きたいよそれは。で行けると思って、うん、まあそれは3年連続行ってるもんね。そうしたらいけないっていう。でも強かったんでしょ。でも強かった。それ以外に千葉ではあとはどこが強かったの。だからそれこそ僕が1年生の時は、うん、白陵高校、はいはいはい、で2年生の時は、はい、東海大浦安高校、はいはい、で3年の時は習志野高校、あ習志野ね名門ね、はい、が出て結構甲子園でも、まあまあ、勝ち進んで上の方まで、行ったっていう。じゃあこのグラフを見ると、うん、そのさっきも言ったけど高校2年生ぐらいの時にはもう結構ピッチャーとしては注目されてた、実質背番号11だけども、ね、2年生エースみたいな感じだけども、うん、はい、でその時に、うん、からですかプロ意識したのは。そうですね、やっぱり雑誌で自分の名前見て、うん、チャンスがあるのかなっていうふうには思いましたけど、うんうん、それでも結構どういう世界なのか分かんないし、うんうん、全国に行けばね、レベルっていうのは分かるんでしょうけど。ああ、まだそこはまだ全国は見てないから。そうそうそう。で千葉では、やっぱり自分がやっぱりちょっと抜けてるかな。でも、うん、身長も高校の時はどれぐらいだったの ?180 は超えてったよ。2、3とかじゃないですか。でかいね。うん、3年の春に、うん、日南学園の、はいはいはい、寺原隼人が宮崎さんの、はい。155だった。あ、出た。衝撃だったね。今はなんか150キロ当たり前ですけど、僕らの時140キロ出てると騒がれたじゃん。まあそうだよね。よりなんか、あ、こういうやつが行くのかな、みたいな。当時ね、林は何キロぐらい出たの ?141 とか2。で、あ、でも、そんぐらいです。左で140超えてきたらすごいよね。うん、で、思ってましたけどね。で、球種はまっすぐと。カーブだけ。カーブだけ？ま、うん、っすぐカーブだけ。カーブだけ。左の桑田さんやん。すごいやん。まっすぐカーブだけ。グワーンってでかいカーブ。あ、そうそうそう。あのカーブ。ドロップっていうか。うん、これで抑えてたの？うん。すごいな、それは逆に。まあ、すごい、不器用なんで。いや、でもそれがプロの目から見たら、うん、伸びしろに映ったんと思う。2球種で、まだ伸びしろあんじゃん。これに、あと2球種ぐらい、うん、プロで覚えたら、うん、もっとすごくなるんじゃないか、負けるんじゃないか、うん、っていう評価だったんじゃない？で、多分、ドラフト下位で取ってくれたんだと思うんですよ。うんうん、ドラフトって順位があるし、まあまあまあ、育成もね、うん、今はありますけど、僕なんか何位でも、やっぱプロのもん叩きたいと思ってたんで。確かに。そう、それはそうだよね。高校から行くときはね。そうです。じゃあ実際にドラフトかか、ドラフトの時は、うん、まあ、怪我もしたし、はい、ああ、これドラフトかかるのかな、かからないのかな、みたいな感じでドラフトの当日を迎えたの。そうですね。あ、でも、ドラフトかかるって、ちょっと噂はあった？なかったです。ない？その調査書は来てるっていうのが知ってましたけど、はいはいはい、それこそ大学、はい、社会人、うん、になんか行くんだろうなみたいな。ああ、まあそっちの方はある程度内定してたというか、まあ、行くとこはな。で、プロにかかったら行くし、うん、で、どっちかというと、ああ、多分かかんないだろうなみたいな感じ。あ、そう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 。びっくりした。だからいきなり校内放送で、地球校長室みたいな。うん、俺、だから人生初めて校内放送呼ばれたなみたいな。
でもその時もなんでかなぐらいな感じ。あ、その時もピンと来ないの。だってドラフトって興味ないじゃないですか。その日とかもあんま分かってなかった。で、そしたらドラフトかかったってなって、両親来て、そしたら今度メディア待ち1時間ぐらいして。ご両親もびっくりっていうか、喜んでた、それともびっくりしてる。逆に多分両親の方は、多分監督といろいろ話してたと思うんですよ。あるかもよ、みたいな。そう。でも僕に多分情報が全くなかったから、僕の方がびっくりする。親は割と落ち着いてたって感じ。っていう感じで学校に来てましたから。ああ、そう。うん、じゃあ結構いいね、いいドラフトだね、なんか、お、なんかサプライズ的な。まあそうですね、うん、でメディアに取材されて、そうじゃあそれでまあしかもジャイアンツということで、うん、どうだったの、ジャイアンツ、うわっと思った。まあジャイアンツファンでしたからね。えでも千葉出身じゃん、うん、ロッテではないんだよ。でもロッテのファンクラブに入ってました。いやでもロッテね、ロッテ今すごい人気じゃないですか。人気。でも、当時ね。そう、うん。やっぱ強くなかったっていうのもあるし。そうだね。ちょうど多分僕らが少年野球で一番球場行った時って、ね、多分西武がめちゃくちゃ強かったんで。そうだね。西武戦の時は見に行きたかったけど、そこにはチケットを取れないから。なるほど。その他のチームの時にロッテ行くと、うん、結構ガラガラだったりしてて、うん、勝てなかったんで。だからあんまりこうロッテって、当時はその。そうだよね。俺らが入った時ってやっぱりパリーグよりセリーグの方がまだ人気がある。今でこそパリーグもね、うん、すごいけどもまだセリーグだったよね俺らの中に、うん、で新庄さんとかがさ日ハム行ってさ、北海道行って2004年ぐらいからパリーグがちょっとねまた面白い出始めてっていう感じですか。その前はねそんな感じだったもんね。じゃあジャイアンツ嬉しかったでしょ。ファンのジャイアンツ嬉しかったっすよ。入りました。はい、入りました。ドラフト7位で入りました。1年目の、はい、キャンプここね入りました。入ったはいい。はい。なんじゃこの世界っていうぐらい。うん。球はみんな速いし。まあそうだね。わかるよ。コントロールビタビタだし。いや、わかるわかる。なんなんだと。高校から言ったら、ほんと子供と大人みたいな世界よ、ね。うん、そうそうそう。ね。わかる。だから、そういう部分では1年目、まあ、負けてる試合でたまにファームで、はい。投げさせてもらうぐらいだったし、はい、うんうん。ここで、バンって、まあ、20歳ぐらいの時上がってますけど、何だかんだその衝撃、うわすごいレベルの差だって感じたのに、うん、2年目ぐらいから行ったじゃん。そう2年目に1軍上がれたんですよ、うん、すごいよね。これでも力じゃないんです。本当に運がありすぎて、1軍の当時多分ローテーションのピッチャーが、はいはい、上原さん、わお、工藤さん、わお、桑田さん、やばいやばい、久典さん、おーやばい、久貫さん、おお、で、あと、イリキさんかな、なんか、うん、で、みんな怪我したんです。みんな怪我して、ファームの、まあ、ローテーションのピッチャーが今度行くわけじゃないですか。うんうん、で、そのピッチャーもどんどんやっぱ打たれていく。あ、林の前に何人か行ってるんですか。そうそうそう。あ、なるほどね。で、僕もいきなりそれでファームのチャンスをもらうわけですよ。で、1戦目に、一番最初の時に、2回7失点ぐらいで KO されてるんですよ、うん。そしたら1ヶ月外勤食らうんですよ。そうなの、まあ、?1 ヶ月外出禁止食らって、毎日、レポートかけて、1軍の試合見て。ジャイアンツ厳しいね。まあ毎日やってて、すぐ、1軍で、安倍さんが、はい、クロスプレーで怪我するんですよ。札幌ドームで。おぉ。で、安倍さんは、まだ寮生の、寮生だったんですよ。あ、まだ若いもん、ね。大卒2年目だったんで、うん、寮に帰ってきて、安倍さんも足怪我してて、何もできなくて、はい、で僕は大画面のところで毎日試合見てて、うんうん、で同じ千葉県出身で、ああそうだよね、何やってんだっていう話から、うん、安倍さんがじゃあお前毎日見だったら俺毎日付き合ってやるよってずっと毎日試合見てたんですよ、うんうんうん、そこで初めて、うん、安倍さんがお前この時にじゃあ何考えてこのバッター来てると思うとか、うんうんうん、ピッチャーじゃあこの時にどういうふうに攻めてったらいいと思うとか、うん、ずっと教えてもらったんですよ。めっちゃいいね。そう、うん、それがめちゃくちゃ勉強になったし、うんうん、あ、野球ってこんな考えないとダメなんだって思ったんです。そこで。なるほどね。そう。いや、それはそうだ。高校の時までってあんまり考えないじゃん。そう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 。その自分のね能力だけでやってきてるからね。うん、それは本当そう。うん、で、そこで初めて、な2年目ですけど、そこで僕まっすぐとカーブしか持ってないですから。まだね。あ、それなら。お前、それしかないのってなって。なるよね。じゃあもうフォーク練習しとけと。おぉ。もう全然使えなくてもいいから、でもやっぱこう喋ってる中で、
な、これが見せ玉でとか、うん、この見せ玉っていうのを僕らってあんまり意識したことがないじゃないですか、うん、で、あ、見せ玉って使わないとダメなんだっていうのをそこで学ぶんですよ、うんうん、でそこからフォーク落ちても落ちなくてもいいから、とにかく試合で投げる、うん、練習で投げる、うん、で今あのジャイアンツでコーチやってますけど、加藤健さんがファームの正捕手だったんで、うんうん、よくあのもうワンバンって言ってもとんでもないところでワンバンしたり、うん、して怒られてましたけど、うん、でもそこから徐々にやっぱりファームでも6回3失点とか投げれるようになってきて、うんうん、っていうタイミングで今度久森さんが甲子園かなんかで怪我をして、あら、でたまたまそのローテーション通りにいたのが僕だったんですよ。見てみろっつって、うん、っていう名古屋ドームで投げさせてもらって、たらもうよかったもんね。そう、なんだっけ、7回、無失点すごいね、うん、でそこから一軍にずっといたんで、うん、まあ、最高潮というか、めちゃめちゃでもいろんな、まあ、偶然だけどいろんな運があったね。それこそちょっと先に最初に逆にね、二軍でめった打ち食らって、うんうん、その謹慎期間があったから安倍さんにも教えてもらったし、うん、でまあいろんな人の怪我があって、じゃあお前ちょうどローテーションの中に行って、うん、運もね、まあ、実力のうちというから、まあそうですね、だからもう忘れもしないですよ、2回7失点した相手はヤクルトなんですけどね。あ、そうなの、まあ、畠山さんに満塁ホームランだった。畠山さん、二軍の帝王時代でしたから。すごかったよね、あいつは。すごかった。あいつすごかったんだから。絶対打たれ。その時、ヨネさんも出てたんですよ。出てたか。出てたね。そう、ヨネ、ね、さんもいたし、うん、宮根さんもいたし、あ、あと誰だ、僕の同級生、内田。おー、内田ね。そう、内田。いや、懐かしい名前が出てくるわ。そう。だあの時でもヤクルト強かったんですよ。そうだね。そのメンバー割とその数年後に一軍でちょっと出始めてるからね。だから、あの時もう忘れもしないですね。もうなんであの畠山さんにインコースまっすぐを投げたのかって、僕、加藤さんと二人でめちゃくちゃ監督とピッチングコーチ怒られたんですよ。そうそう。もうそれだから忘れられないんで、あれですけど、そう。だからまあ、グラフとしては、いい。ああ、うん。それぐんとそれをきっかけに、はい、ぐーっと行きました。はい。二十歳。プロ3、4年目ぐらいまでガーンっていったってことですか？2年目で上がらせてもらって、もう3年目ぐらいには、もう結構肘痛かったんですよ。2004年ぐらいね。はい、あ、うんうん。で、まあこれ、成績は先発だったり中継ぎで1軍で投げさせてもらってたんですけど、うんうん、やっぱりこのずっと肘を抱えながら、ずっと投げていく中で、うんうん、怪我との戦いになって、うん、まあピッチャーだわ、特にね。うん、一軍にいることってすごく嬉しかったし、やりがいも当然あるんですけど、うん、明日この肘がもっとひどくなったらどうなるんだっていうことを思いながら、うん、ずっとやっぱ野球やってたんで、うん、まあ、一軍って楽しいですけど、うん、先が怖い。確かにね、もうちょっとまだ長くやりたいしね。そうそう、じゃあ早めに。戦いがずっと続いてたんだ。だからかばいながら、うん、そう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 、うん、大丈夫かっつって、はい、なるほどね。で26の時に手術を決断してトレードっていう。あ、でもさ、2006年も投げたじゃん、結構投げました。だから5年目ぐらいか、はいはい、で6年目にオールスター選ばれたでしょ。オールスター選ばれました。すごい、その年に手術してるんですよ。あ、オールスター2007年オールスター出た年に手術してる、はいはい、オールスター出た時にあの時期だけで僕40試合超えてたんですよ。すごっ。まあでも、久保田さんはその年90試合投げてましたけど。やばいな。そう、でも、やばかったな。その後、あのオールスターをきっかけに、多分5試合投げてないですよ、後半。ああ、ちょっと無理して。そうそうそう。でもそこからもうずっと、連投できないとか、うん、もう肘に水が溜まって、もう注射打ちながらとか、うん。で、その2007年のオールスターでは、誰がいたピッチャーとか。その時、記録作っていいんじゃないですかね。何が？なんか、落合監督だったんですけど、おうおう、1人1イニング、うん、だ先発ピッチャー上原さん1イニング、うんうんうん、で高津さん、僕、はい、黒田さん、お、木塚さん、うん、久保田さん、藤川球児さん、岩瀬さん、すごいな、よく覚えてるね。あとでそれなんかいろいろアドバイスとかもらったりするんじゃない？俺オールされたことないしさ、いや、どんな感じなの？でそこで何が起きるかって、うん、センターで、うん、話したんですけど、うん、そのメンバーが森本ひちょりさんとか、イースタンリーグで固まったんです。そういうことね。今一流すぎて。ああ、なるほど、ね。居場所がないから。ああ、なるほど。そうするとなんか、
あの、センターに、まあ、追いやられてるわけじゃないですよ。うん、でも、練習の感じがもうスーパースターだったり、もう何年も出てる人がやっぱメインにいっぱいいるんで、大体、初出場とか、うん、そういう人がこうだんだん固まっていくわけじゃないですか。わかる。気持ち、なんかわかるわ。わかるわかる。固め狭くなってね。俺らイースタンリーグ。イースタンがここまで。4、5人ぐらいね、固まったんです。すげえじゃん。イースタンがここまでやり上がったぞ。そう。あでも、まだオールスターメンバーに入っていけないっていう。そこに確かね、田中のマー君もいたと思う。ええー、もういたんだ。マー君が、まだ、初出場じゃない。すごいこう、思い出深いというか、そんななんかオールスターで。上原さんが初回の一人目にヒット打たれて、そこからノーヒットノーランスか。すごい。そんなあったな。うん、オールスターっぽくない。そう。オールスターが。そう。なるほど。それが2007年。そうですね。はい。ということでね、オールスターにも出て。はい。から、でも、オールスター出たの2007年、2008年は ?2008 年は、もう全く、投げることなく1年ほぼリハビリやってるんで、だから試合数も 10試合ぐらいかな。あ、いやもう連投できないですから。なるほど。もう中継ぎとしては致命傷なだったんです。はいはい、はい、でも3回か4回ぐらい地球に上がるチャンスもらったんですけど、うん、もう今度肩も来ちゃったんで、うん、だからもうほとんどリハビリの1年だったかなって感じですかね。なるほど、うん、それしてジャイアンツから日本ハムにトレード。それが2008年。2008年、ね、オールスター出た次の年にトレード。はい、でも正直それを、まあ、球団から言われたわけでしょ。うん、そうですね。その時もちょっとみたいな。2008年のシーズン途中に、うんうんうん、まあ、お偉いさんっていうか、はい、人から他球団興味あんのかみたいなこと言われて。あ、ちょっとその前にね、うん、その時にあの山口哲也投手が、はいはいはい、育成から支配下になってもうバンバン投げた年なんですよ。その時期か、うん、で同級生なんで、うんうん、自分でも正直居場所っていうことを考えるとないかもしれないなっていうのもちょっとあったんですよ。でももちろん怪我で投げれてないっていうのもあるんですけど、うん、だからそこで多分そういうモヤモヤもあって、うん、興味ありますって僕答えてるんですよ。それをよく覚えてるんですよ。それが7月かそこらだったんで。お、そしたらその年の10月ぐらいか11月ぐらいに、うん、まあ、トレードになって、はい、まあ、新岡さん。そうだよね、新岡さんだよね。そうです、うん、マイケル、中村さんのトレードだったんですけど。マイケル、1対2だっけ。いや、あと工藤さん。工藤さんね。工藤さん。そうだよね。そう、うん、の2-2のトレード。なるほど、うん。懐かしいな、それ覚えてるぞ。そう。マイケルさんも、抑えその年やってたんだよ、うん、いや。そうなんだよ。だから、その頃から日ハムってさ、そういう大型トレードもさ、うん、多いっすよね。イメージがあるよね。やり出して、うわーってなったよね、うん。日本のプロ野球ではなかなか、ないことをちょっとそういう動きが出たとしてね。で、日ハム行って、はい、どうでした？その時は年はもう30手前ぐらい。そうですね。27、28、29。あ、そっかそっか。この3年間。3年間か。ただリーグ優勝もしてるんですよ。おー。リーグ優勝もしてるんですけど、結果として良かった時もすごくあったし、うん、ダルビッシュ投手と一緒にプレーもしたし。ね、ダルビッシュとやってんだもんね。そう。めちゃくちゃいいな。めちゃくちゃ勉強になったし、楽しかったし。うん、またパリーグっていう野球も知ってた。そうかそうか、うん、教えてもらって。うん、でも、3年で、ここでなんで、こうも、点なんですけど、うん、戦力外に合うわけです。3年で。ああ、日ハム3年で。こう今で言う、ノンテンダーっていうか、逆に言うと、まあ、クビっていう時に、僕は3球団ぐらいから、球団にもう話が来てるから、自分で選びなさいって言われたんですけど、うん、でもやっぱりそこで初めて、野球ができなくなるっていう怖さっていうのも、うんうん、まあ知ったし、うんうん、野球人生の中でもしかしたら、そうやって言われてるけど、まあ分かんないじゃないですか。うんうんうん、自分の心の中で一個なんかこう、ピリオドを打ったというか、うん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 、っていうところだったんで、もしかしたら野球ワンじゃねえかぐらいなところだったんで、まあ人生のこう一番、そこのところにまあ。なるほどね。でも日ハムの3年間はやっぱり楽しかったでしょ。楽しかった。札幌にいたでしょ。いました。札幌、僕出身札幌なんですよ。どうでした？寒いっす。札幌の夜はどうでした？寒いっす。結構でも、そういう時間もあるの？日ハムの選手って、その札幌の街にこう行って、ちょっと食事とかする時間もあるの？いや、だから1年目は、うん、当時武田、勝さん、はいはい、武田久志さんが、はい、東京に家があって、はいはいはい、まあ、ウィークリーとかホテル泊まってるから、はい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 、いつもその3人が基本ベースに試合終わった後、飯食いに行ったりしてたから、そうなんだ。そう、仲良くすごくさせてもらって。いいね、いいね。ただ、やっぱ、パリーグって、
まあ、今はセリーグでもありますけど、うん、ナイターデーデーが基本じゃないですか。そうだね。あとファイターズってめちゃくちゃ移動大変じゃないですか。移動ね、遠いね。やっぱり中継ぎやってて、きついっていう。うん、札幌、福岡とか、やばい。やばかったっす。その移動ないな、俺。長い。長い。寝ても寝てもつかない。そう。で、なおかつ、札幌に着いても、新千歳空港から、札幌ドームまで距離あるじゃないですか。あるあるある。あの1時間も結構こたえてたんで、うん。きついね。めちゃくちゃきつかったっす。ちょっとあれ、ハンディキャップ欲しいね。パリーグってこんな、セリーグってないじゃないですか。ないね。で、パリーグってこんなきついのっていう、移動ゲームとか。うん、これ結構きついなーって思いながらやってましたから、あんまりウェイトする時間が取れないわけですよ、パリーグ、あのファイターズ。そっかそっか、うん、そう、移動の時間に使っちゃって練習というか自分のね時間がない、うん、でウェイトするよりもやっぱ肩と肘もまあボロボロだったんで、はいはい、ケアが優先だったから。なるほどね。だからなんかこうすごい楽しかったしあれですけど、自分の体的には一番もしかしたらきつかった3年間、ね、そうだよね。パフォーマンスとしてはちょっとこう下がったと。そうそうそう、うんうん、でまあそういう状況になって3年終わって、はい、じゃあどうするってなった時に、うん、自分の中ではジャイアンツか楽天、はい、ジャイアンツか楽天だったんですに行こうと思ってたんです。ジャイアンツに戻るか、はい、お話もらってたんで、はいはいはい、そしたら横浜ベイスターズから、はい、DeNA に変わる年。変わる年か。だったし、うんうん、監督がまあ、中畑清さん。はい。で、まあ、ジャイアンツ OB で。うん、そっか。あるし、っていうので、新しいというか。うん、そうだね。そこで勝負するのもありなのかな、っていうのもあって、あ、分かる。うんうん、最終的にはまあ、DeNA ベイサーズに、うん、まあ、入団させてもらったっていう。いいっすね。ところなんですけど。うん。でもそのグラフを見ると結構、ベイサーズの期間はこう、自分の中ではこう上の方に向いてった。そうですね。まあ6年間いましたけど、ね、そこで、まあ、FA を取ることができたし、はい、FA の制度を使わせてもらっても、うん、あのまあ、全然、ね、結果はそうでもなかったですけど、うん、やっぱり球団が必要だって言ってくれたっていうのが、うん、すごく野球人生として嬉しかった。うんうん、まあ、ここまでやっぱりこうトレードだったり、そうだね、戦力外だったりっていう中で、うんうん、そうやってやっぱり声をかけてもらったっていうのが、自分の中でやっぱり嬉しかったし、うんうん、やりきった感のある6年間を過ごしたんで。うんうん、だから気持ちとこう、気持ちがクッとそっちに向いたんだろうね。うんうん、一回こうなってたところを、あ、なんかそう必要としてくれて、うん、よし、やるかみたいな。そうですね、うん。なるほどね。そういう6年間だったかな。もうね、でも、結局35まで。はい。すごいですよ、ピッチャーで。18から入ってさ、うん、16年間、ピッチャーで、まあ、手術とかはない。2回あります。あ、手術2回。うん、こ肘プロ入って2回あります。手術2回して、16年間ピッチャーで。うん、ね。すごいことだと思います。しかもやっぱり、ね、ドラフトも7位っていう順位から。そうだよね、そっから96番だったもんね。そうそうそう。最後出世して24ですよ、うん、背番号。で、96、30、うん、13、13、ハムは？ハムできは？ハム19。ああ、ハム19、24。いい番号回ってるわ。そうでしょ？すごくないですか？で、僕 DNA 行った時に、24っていう数字は、ジャイアンツの時の高橋由伸さんのイメージが、ね。思った、今、それ思った。あって、うん、え、そんないい番号つけていいんですかってなるわけですよ。うん、そしたら、いいよっつって、じゃあつけさせてもらいますって、つけたんです、1年目ね、うん、そしたら、1年目終わりました。その年何試合、30試合ぐらいかな、うん、投げました。じゃあ奥にあの中畑さんから電話来て、そうだよね、はい、中畑さん20中畑さん電話が来て、林、お願いなんだと、俺来年のお前期待してるけど、うん、してる、うん、ただ背番号譲ってくんないかって来たんですよ。そうだっけ、長谷さん最後20、え、いや違うんですよ。つけてないよね。はい、その年に、白崎っていう。ああ、内野手ね。駒沢大なんです。なるほど、そういうね。そうです。うん、で、中畑さんが自分の24番でしょ。そうだね、あ、そういうストーリーね。そう。で、つけさせたい。って、うん、いうことを、オフに全然関係ない時に電話があってきて。マジで？はい。で、中畑さん、俺、1年目には譲るんすか、うんうん、いやでも林何番でもいいよ、わかりました、じゃあ24でっつって、
譲らなかったそうだよね。そうだよね。譲らなかった。島崎も違う番号つけたの、ね、6つけたのね。そうだよね。そう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 。え、でも、ヨニオさんも多分経験あると思うんですけど、あの、背番号とか変わると、うん、あの、靴下とかに背番号入れてるじゃないですか。うんまあ、そうすると、あの、まあまあ、新しく作るのもあるんですけど、めんどくさいじゃないですか。めんどくさいね。でしょ？めんどくさい。決してね、そう決して、ま、マジックで書かなきゃいけない、ね。そう。あれね。で、間違えてさ、ね、クリーニング屋さんがさ、その違う方に持っていくこともあるから、ね、よくあるじゃないですか。ね、申し訳ないよね、そう、そう。っていうのがもうめちゃくちゃめんどくさいのを、それまでまでに背番号結構変わってますから。変わってるよね。もう嫌だったんですよ。でもいい番号もらってるね。19番だってさ、上原さんのね。そうそう。19は、その後後に麻酔麻酔がね、つけてたしね。うん、つけてたんで。ね、いい番号で。でも多分ね、最初が96番だったから、他の、阪神ファンの方に、あの、裏方さんだと思われて、どけどけってすげえ言われたのが、ね、僕の中でめちゃくちゃあって、絶対いい番号つけてやろうって。それが結構トラウマ的な感じで火がついたんだ。そう。そうするとでもそっか30、13ってね。そう。めっちゃいいよね。だからどっかで、99かな、うん、なんかもういいんじゃないかみたいな言われたんですよ。どっかのチームで。あ、最後、あ、99どうだって。そう。うん、絶対嫌ですって言いましょうね。いや、でも96より99の方がいい。いや、もう90番だったら嫌です。嫌だ。だってトレーニングコーチか、今はみんな違うかもしれないですけど、90番台ってみんなトレーニングコーチとかつけてたじゃないですか。まあね、まあね。確かに俺も90番じゃないけど、最後俺西山行った時に70番つけても、ちょっと思ったの、うん、70番。コーチでしょ、789は。うん。そう。中かってちょっと思ったそう、うん、だからすごい変な背番号のこだわりはあったっすけど、ね、うん、そうだね、やっぱり背番号こだわるね、野球選手ね、やっぱり、うん、ユニフォームだからさ、うん、ユニフォームにバーってでかく書いてるわけだからさ、うん、それこだわるよね、だっていい選手はみんないい番号というかさ、一桁も欲しかったっすけどね、ピッチャーも一桁、今でこそ1番とかいるけどさ、松井君、うんうん、ピッチャーってやっぱり十何番台だったよね、そうですね、いい番号とか ね、うん、であとはやっぱり左っていうと21、はいはい、そうだね、あの辺、そうだね。47。そうだね、工藤さんとかね。この辺だったっすけど。あるよな、プロ野球のピッチャー番号とかさ。うん、そう。なんか、やっぱりこう、若い番号の方が、ファンの人からも覚えてもらいやすいとか、あるじゃないですか。うん、そう。だから、それでちょっと背番号にはこだわりがあったっすかね。あったね、わかる。俺も51番だったけど、うん、多分、イチローさんがいなかったら、51番で、うん、って思ってたけど、イチローさんがいたから、ちょっと嬉しかった。そう。あ、そういうのがなんか、結構ある。あるよね。いや、なるほど。それでまあ、ベイスターズに6年。はい。やりましたね、結構。ね、思えば、ね、あっという間でしたけどね、こうやってこう、うん、改めて、野球人生をこう、自分で、いろいろ考えを振り返るとね。うん、気になるのが最後のこの現在のこのちょっと下がってる現在下げちゃってんじゃん、いや、やっぱ今現在は全然関係ないで教習所の仕事やってるんですけど、はいはいはい、やっぱ一から覚えることがやっぱちょっと多すぎるんですよ、教習所のやってるんですよね、そうなんです、今あの千葉県のですね、はい、船橋、はい、鎌ケ谷市で、はい、教習所をやらせていただいて、ね、やってんだよね、上の方、そうだよね、だから鎌ケ谷だからさ、はい、まあ古巣のさいたさ、うん、在籍してた北海道日本ハムファイターズの二軍施設が千葉県鎌ケ谷市になるじゃないですか、そうですね、だからあれ日ハムの選手も来てますよ、来る毎年、すごいね、本当はね、うん、誰々来ましたみたいなやるといいのかなと思うんですけど、はいはい、逆に言うとやらないんだ、やらないですね、やったことないです、だから誰来ましたとかっていうのも言ったことないし。ええー、そうなんだ。うん、あ、まあ、逆にそっちの選手もいいじゃないですか。まあ、そうだね。で、ここの場ではまあいいかな。そうそう。え、ここいいですね。言わない。そうだね。まあ、でもね、そういう選手がやっぱ来てくれるっていうのは嬉しいですね。嬉しいよね。自転車で寮から20分ぐらいで来るんじゃないか。いや、そうなんですよ。高卒入った人って、うん、17歳か18歳じゃん。うん、僕早生まれだったから、僕もプロ入ってから撮ってるんですよ。ああ。そのヤクルトの寮の近くに、ね。はいはいはい。だから、取れない時あるじゃないですか、高校時代に。うん、だから結構1年目の高卒の子とかそのオフに来たりするよね。そうそうそう。大体みんな1月ぐらいになると自主トレ、ね。ああ、そうですね。プロ野球選手の流れも分かってるわけじゃないですか。ああ、そうね。だから、
じゃあこのタイミングで入って、はい、じゃあこういうふうに進んでとか、はいはいはい、そういうアドバイスもしますし、だからどうしても一発で、うん、特に学科受かってほしいんですよ。結構学科で落ちる人いるからね。勉強してほしいですよ。野球選手勉強苦手だから、ね、ちょっと。なるほど、はい。ありがとうございます。ということで、最後にじゃあ、今後のなんか人生でこう、もし目標などがありましたら、最後に。まあ、そうですね。やっぱり、ずっと一番をね、目指しながら野球やってきましたし、はい、それがやっぱり目標がないとね、自分の中でもモチベーション高めることができないので、うんうん、まあ、こういう今、教習所で新しい事業を自分の中でやって、はい、てますけど、うん、やっぱりその教習所でナンバーワン取れるように千葉県でやっぱりやってますから、うんうんうん、まあ、それをまあ目標に、日々まあ勉強したりいろんな、はい、案件があったりっていうところありますけど、はい、まあ、自分の中でも、はい、頑張ろうと思ってますので、はい、ぜひ皆さん免許取得来てください。お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。林君解説とかもねたまにやるんで、そうですね、ぜひそちらの方も見ていただけたら、はい、今日は貴重な話ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また会いましょう。